ダイダロス希望の大地は、アカンサタイエフ監督、ティムールザクシリコフ脚本による2011年制作のカザフスタン歴史アクションアドベンチャー映画、ジュンガルとカザフとの間で戦った18世紀の戦争を描いている。ソ連からのカザフスタン独立20周年を記念して、制作された。制作費のほぼ全額を政府が支援したことでも知られ、映画のエンドクレジットには、 カザフスタンが独立国家になったのはこの戦いから約300年後である。ナザルバイフ大統領が長年の夢を叶えた形となった。という文章が表示されるなど政権支持色が濃い。その制作費は700万ドルを超えている。第85回アカデミー賞の最優秀外国語映画部門にエントリーされたが最終的な候補にはならなかった。18世紀のカザフスタン。 平穏な暮らしをしていたカザフ族は野蛮なモンゴル族に襲撃され土地を奪われた。それから数十年後、報復を誓うカザフ族の青年サルタイは十代の勇士たちを率いて敵地に乗り込む。それは祖国を取り戻すための戦いであった。ありがとうございます。